10月のポイント、テーマは3つあります。過去問、倍速、そして捨てる勇気。改めましてどうも、ナイチです。今回はですね、11月になりましたんで、11月のポイントを喋っていこうと思います。で、冒頭でも話しましたが、ポイント3つに分けました。で、1つ目が過去問です。で、過去問って、皆さんもうされてる方もいれば、これからっていう方もいると思うんですけど、まず11月になったので、今まで過去問やってない方、特にね、高校受験の方って過去問を始めるのちょっと遅くなるんだよね。で、いつ始めたらいいか分かんない方もいると思うんですよ。特にさ、まだ全部勉強終わってない、中3の勉強がねっていう方とかだと、だってうわやってないしって方もいると思うんですが、ひとまず始めた方がいいです。11月はもう習ってない単元あるかもしれないですけど、敵はね、敵って言ったらあれだけど、自分が実際受ける入試はこういう感じなんだっていうのを肌で感じて、ぜひそれは取り組んでください。今月からね、始めてほしいんですけど。で、もう一個ね、大事なことがあって、皆さんにとって過去問ってどういう存在です？何のために過去問やってますか？ぜひちょっと考えてみてください。で、これに関してはいろいろね、もちろんみんなにとってこういう思いがある、こういう考えがあるで分かれるとこだとは思うんですけど、今まで塾で生徒にたくさん教えてきて、多くの方、特にね、高校入試、人生初受験ね、受験が初めての方は、多くの方が過去問は自分の立ち位置というか、公立入試だったらさ、何点得点が出るじゃん。得点出せるからさ、過去問ってやれば。それが何点ぐらいなんだ、自分の立ち位置はこの辺なんだ、自分の実力はここまで通用してるんだっていう、自分の力を測るためにやるっていう人がすごく多いんですね。で、実際これ間違ってないです。もちろん自分をやってた時にそういう側面は大事にしてたし、あ、今このぐらいだからで、ラインにちょっと届いてきてるし、前よりは伸びてきてるから、あ、勉強間違ってないんだっていう自信になったりとか、逆に全然届いてなくて、うわマジ無理だわってへこむとかね、一喜一憂につながっていくわけなんですけど、大事なことです、自分の立ち位置を把握するのは。けど多くの方がそれがメインになっちゃってる。でも俺にとって過去問っていうのはそれはメインじゃない、もうサブです、おまけです。そこに関してはじゃあ何がメインかっていうと、過去問ってみんな参考書とかワーク持ってますよね。ただの参考書です。同じです。みんなが使ってきた参考書と同じで、今まで参考書で勉強してる時にみんな問題解きますよね。解いて丸付けしますよね。丸付けしたらさ、間違った問題、何が間違ってたんだろうって確認するじゃないですか。してね、してなかった方はしてよ。それの確認をすることで、自分の知識を軌道修正することによって力が伸びていくんです、その瞬間に。で、過去問も一緒、同じやることは。結局例えば100点分問題があった時に100点は取れないじゃん、ほとんどの方が。間違うでしょ。で、間違った問題の中でそれを解説をきっちり読んで力を伸ばしていくんです。自分口癖のように言うんですけど、できない問題との出会いはいい出会いなんです。へこむと思うけど、できない時に。だって全部できる問題今やってみ、何も伸びないよ。だって安心するだけじゃん。あ、解ける解ける解けるだけで終わっちゃうんだよ。できない問題に出会って、それをできるようにした瞬間に1レベルアップするの、みんなの力っていうのは。だからもちろんできない問題がさ、いっぱい続いたりとか、過去問やってさ、100点中20点しか取れなかったら80点分8割間違ってるから、へこむとは思う。へこむとは思うけれど、でもできない問題に出会えたっていうのは、自分のレベルを上げるチャンスがやってきたんだと思ってください。大事、ポジティブシンキング大事だから、この部分はぜひ思ってね。で、これは特に過去問で言えることなんですけど、じゃあさっき言った80点分間違ったとするじゃないですか。これ全部確認しちゃダメですよ。で、これは3番目のポイントの捨てる勇気のとこに関わってくるとこなんですけど、捨ててください。捨てる。何を捨てるかっていうと、80点分間違えました。この80点分全部確認したら80点分のレベルが上がるぜってなるんだけど、過去問っていうのは当然簡単な問題からすげえ難しい鬼畜な問題までがいろいろ詰め込んであります。もちろんレベルがいっぱい入ってるのね。自分はよく4段階で ABCD ランクで分けるんですけど、 A ランクは基礎です。だからよく俺が言うけど、死守みたいなもんです。受験対策の絶対誰もが取んなきゃいけないのが A 問題で、 D 問題はもう本当に100点を狙う子たち、偏差値がもう70後半、70以上の子たちが、もうその1問のできるできないで合否が分かれるみたいな、そういうとこのレベルで戦うのが D 問題なんです。で、もちろんさ、みんながやった時にどれが A でどれが D かってなかなか分かりにくいとは思うんよ。でもね、すごい絶対ではないけど判断する材料としては解説見るといいです。解説、特に数学なんてもう鬼畜問題解説めっちゃ長いから、だからもう長くて読んで、あ、無理って、それがもしかしたら他の人から見たら B 問題とか C 問題で、実はちょっと簡単なんだけどこれってなるかもしれないけど、でもみんなはさ一人でやってるじゃん、勉強基本的に。一人でやってる時に解説見てさ、あ、これはちょっといいかなと思ったらいいの、もう捨てちゃって。他の人がそれを捨てちゃダメだよって言うかもしれないけどいいの。みんなが今一人で勉強してるんだから、自分の感覚、あ、これは今やるべきじゃないなと思った感覚を信じてやって、その感覚ってあんまり間違ってないからいい、信じて大丈夫だから。だからその間違った問題の中でも自分でランクを決めるの。もし15問間違ったら過去問で、15問間違ったら解説見て、15問中5問でいいんだって、3問でも構わない。この3問は絶対にできるようにするぞって、解説を読んで、自力でね、自力になっちゃうけど解説を読んで、これは絶対にできるようにするって、そのピンポイントでターゲットを決めてできるようにするんです。そしてそうやってレベルを上げていく。だからやってることっていうのは参考書と一緒です。過去問やるときにもちろん時間決めてさやるとかさ、得点が出てくるからそういったいい側面もあるんだけれど、必ず復習をしてください。その自分の立ち位置だけを判断しようとするとそこをやらないんだよ。復習しなくなるから、結局できたと、うわできなかったっていう一喜一憂で終わっちゃうの。過去問やったら何点でしたっていうその事実で終わってる。模試とかと一緒になっちゃう。必ずできない問題との出会いはいい出会いにするの、みんなの力でいいから、そこをまずこの今月ね、11月ぜひ大事にしていってください。で、2つ目が倍速再生ですね。3つ目の捨てる勇気、ほとんど喋っちゃったんで多分これで終わりかと思うんですけど、でこの動画を見てる方なので、例えば自分の動画とか他の YouTuber の方とか、もしかしたら、塾とかどっかで提供されてるものわからないんだけど、映像を使って勉強する方結構多いと思うんですね。それは授業だったり、こうやって喋る動画もそうね、こうなんかポイントとか、あ、こうやってやればいいんだ、英単語の勉強はとかわかんないけど使うと思うんよ。でその時に YouTube だったら、他のサービスちょっとわからないけど YouTube だったらぜひ倍速再生使う癖をつけてください。だいたい右下かな、スマホだと右上になるのかなに YouTube って倍速できるんですよ。今これ等倍速1倍速になってるんですけど、 1.25、1.5、1.75、2 倍速までかな、遅くすることもできるんだけど 0.75 倍速とかで、普段あんま使ってない方多いと思うんだよね。で自分のこのトークとかもそうなんだけど、ぜひ倍速で見て、多分ね俺 1.5 倍速くらいだったら聞き取れると思うって言われるから、よく他の使ってくれてるユーザーの子にね。で授業動画もそうです。とにかくもちろんね、等倍の方がやる気になるとか、1倍速の方がねやる気になるとか、そういう方はいいの。でもちゃんと選択肢を持って、2倍速とか 1.5 倍速を知ってて、他両方使ってみたけど1倍速等倍速が好きだな、それが一番モチベーションが上がるなっていう方はもちろんいいんです。でも知らない方、 1.25、1.5 倍速っていうのがあるのに知らないでずっと等倍で見てるのって、俺時間もったいないと思うんだよね。だからぜひ一回試してみてください。授業動画でもトークでも、俺の動画だけじゃなくて他の YouTuber さん巻き込むと怒られるかな。でもみんなの時間大事だからさ、受験生時間ないから、もう大事だから、ぜひその倍速でやるっていう映像系をね、倍速を使うっていうのをちょっと習慣づけてもらえると嬉しいです。はい、という感じでね、駆け足で喋ってきましたが、メインは過去問ですね。11月は必ずもう過去問を始めなきゃいけないです。ですでに始めてた方も、もしかしたら自分の立ち位置を測るためだけにやってた方もねいるかもしれないので、ちょっと一回改めてね、自分の過去問との付き合い方、この過去問はその自分のレベルを上げるために使う参考書なんだと思ってください。改めてめちゃくちゃ良問が集まってる参考書なんだから、で難しい問題も入ってるからね、レベル分けされてないから、その分自分でレベル判定をしなきゃいけないっていうその手間はかかるけれども、その良問が集まってるから、ぜひ自分のレベルを上げるためにこの参考書じゃないや過去問をね使ってください。であとは捨てる勇気ですね。その自分が今この問題をできるようにしなきゃいけないのかなって、この D 問題って C 問題 D 問題は当然習得するのに時間がかかります。エネルギーと時間が、理解するまで時間かかるからね。だから C 問題1問を時間をかけてマスターさせるってよりは、だったら C 問題1問だったらその時間で多分 A 問題3問4問いけるよ。いい、自分がケアレスミスとか基礎問題落としたものを定着させる方が俺は効率がいいと思ってる。まあ、みんなのやり方はねいろいろあると思うから、まあ、ケチはつけないけれどもそういった考えをぜひ持って11月ここ大事だよ、まあ、毎月大事って言ってるけどもう12月になったらあっという間すぐです。受験なんてこの11月をどう時間を効率よく使ってどう効率よく自分のレベルを上げてこうコンスタントにいいリズムを生み出していくかっていうのが冬の12月以降の伸びと戦い方のモチベーションアップにつながっていくのでぜひいい11月にしていってください。